よっ、どうも、朝日の日向です。今回はですね、汁なし担々麺ラオウを食べていきたいと思います。ビリビリ辛うま、どんだけ辛いんだろうね。噛むことにしびれる山椒練り込み麺。へえ、お湯が沸いたのでお湯を入れていきましょう。それでは、はい、ということでね、お湯を捨てるとということで、まあね、溶かして食べてるって言ってる人がいたんだけどね、溶かして食べてないからね。学校とかで食べるのが遅いタイプだったんだよ。他の友達に食べるのがキモいとか言われて強制したらあんな感じになったんだけど、もっとちょっと強制しようかなって思ってます。噛んでるのが目立たないように食べてるのと、時間に間に合うように早めに噛んでるっていうのが、溶かして食べてるっていうデマは広げないでほしいな。ちゃんと噛んでますからね。ということで、無駄口はいいので食べていきましょう。ちょっと辛いな結構すごい辛いぞこれは。こういう汁なし担々麺系って初めて食べた気がする。辛いの苦手な人絶対食べちゃダメ、これは絶対。ということで、もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、俺頑張ったので高評価くれると嬉しいです。ということで、チャオ、バイバイ。